肩こりある人はやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回は肩が凝ってる人におすすめなたったの5回で肩がほぐれるやり方を紹介しようと思います。肩凝ってる人の多くがですね、肩の筋肉が緊張した状態が取れずに筋肉が硬くなって凝ってしまいます。エクササイズなどをして肩を動かしている人はですね、力が入ったり抜けたりっていうことを繰り返してますから肩があんまり凝ってないんですけども、やはりデスクワークをしている人とか勉強をしている人とか肩に少し力が入った状態が長い人ほど肩が凝ってます。そういった方がまず肩をほぐすには力を入れて力を抜くっていうことが大切です。もちろんエクササイズで動かせばいいんですけども、今回はめちゃめちゃ簡単なたった5回でほぐれる方法を紹介します。では説明します。まず両肩をしっかり持ち上げてください。とにかく力を入れてぐーっと持ち上げます、上に。そしたら軽く飛んで着地した瞬間に肩をドンと下ろします。一回やってみます。こういう感じです。しっかり持ち上げて力が入りきったら軽く飛んで着地の瞬間にドンドンと、こういう感じで力を抜きます。肩がドンとくる感じで肩を力をドンと抜いてください。ぐーっと力を入れてドン。これを5回、今から一緒にやっていきましょう。いきます。1、2、3、4、5。お疲れでした。とっても簡単ですよね。これを毎日お風呂上がりに5回やってみてください。すごく凝ってる方はちょっと肩の力が抜けると重たく感じるので、逆に肩が軽いっていうよりも肩が重いっていう風に思っちゃうかもしれないんですが、その翌日になってくると肩を軽く感じますので、続けてやってもらえればですね、1週間後にはとっても軽い肩になって、偏頭痛の方とかも少し楽になってると思います。ぜひやってみてください。今日は簡単なたった5回で肩こりを取る方法でした。頑張った方、勉強だった方はよかったらグッドボタンよろしくお願いします。簡単でよく効くエクササイズなどを載せてますんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。